はい、どうも、ビーモレルです。さあ、本日はね、また特別ゲストにいらっしゃっております。どうぞ。日刊スポーツで保育担当させていただきます、真柴と申します。よろしくお願いします。真柴さんはね、ツイッターで始められて、はい、あのオリックスのキャンプの写真とかをね、積極的に上げてらっしゃる。モレルさんにツイートしてもらって、めっちゃ嬉しいなと思ってます。いや、ジョンジーの写真、あの動画で使わせていただいたんですけど、はい、ジョンジーの痩せてるというのも、もう一目見て分かりましたから。明らかにお腹がちょっとへこんでて、なんつっても顎がシャープなんですよ、ジョンジー。いや、ちょっとね、その辺も今日含めて、いろいろちょっと聞いていきたいんですけど、はい、まあ、オリックスだけでなく、まあ、全球団、無観客でのキャンプの開催ということになったわけですけども、はい、ファンの方はなかなかそのキャンプを見に行けないと、キャンプの情報ってなかなか分からないと思うんですよ。っていう中で、まあ、記者の方は宮崎に行ってますから、ここの記者の方にしか分からない、まあ、オリックス、まあ、プロ野球のキャンプの現状というものをお伺いしていきたいと思います。まずファンがいないとやっぱり静かすぎて、はい、ちょっと練習はやってるんですけど、ちょっと盛り上がりに欠けるというか。あ、そこはやっぱ選手のモチベーション的には違うんですか。まあ、やってる選手に聞くと、やってもらうというか、声をかけてもらうとか、そういう嬉しさはある2月っていうのをよく言ってるんで、うん、そういった期間がないっていうのはちょっと残念ですね。やっぱりね、その練習とかでもファンに見られてるから、その後1本頑張るとかっていうのもあると思うんですけど、そういうのがやっぱ最後の一踏ん張りというのがなかなかできないという感じですね。そうですね、そのなかなか飛び込んでね、撮るとかいうパフォーマンスをなかなか見ることはないですね、最近は。なるほど、やっぱファンの力もやはり常に大事な重要ということで。どうですか、今オリックスのキャンプ、例えば注目の若手選手とか、真柴さんが一目置いてる選手っていうのは。そうですね、僕が今注目させてもらってるのは太田選手になります。太田選手、はい、セカンドのレギュラーを狙うという1年になると思うんですけど、やっぱりよく練習するんですよ。いつもね、全体練習が1回終わって、ちょっと取材させてもらえるかなと思ったタイミングで、すいません、室内でバッティングあるんで後でお願いしますみたいな感じですね。夕方ぐらいになるという形でして、結構打ち込んでると思いますね。オリックスファンの方も聞いて安心したんじゃないですか。外部さんとコラボした時、オリックスよく練習するよっていう話を聞かせていただいたんですけど、まあ、実際それが今のオリックスって間違ってはいなかったけど、太田選手とかに誰か練習してる選手とか、あと中川圭太選手。いや、こげ、中川圭太めちゃくちゃ打ちに行きます。中川選手も去年ちょっと悔しい結果に終わって、ね、今年にかける思いって強いと思うんですけど、やっぱり気になるのが、はい、ヘイティーシュー、どうですか、ティーは。T さん、基本 B で調整されてるんで、あ、 B ですね。練習を見に行く時もあるんですけど、やっぱり打球の角度といいますか、質が全然違いますね。やっぱり経験が違いますからね。はい、T さん、もうライトスタンドのところがね、僕らの控え室みたいな記者のプレスルームの名前になってるんですけど、うん、やっぱりボン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 、モヤ選手と T 選手がライトに掘り込んでますね。モヤ選手もね、あの1月からもう早々と来日して、はい、まあ、機嫌の中盤に、いや、違います、表情がいい。守備の練習とかしててもですね、なんかたまにポロってしちゃったりするんですけど、うん、めちゃめちゃ笑顔でもう一本みたいな、ね、あ、ね、雰囲気がね、はい、そのミスしてもそう笑顔だと良くなりますからね、はい、あとやっぱ打球が違いますね。なんか今年一回りぐらい胸板が大きくなってきて、あ、胸がね、はい、うん、選手は今年はなかなか去年、まあ、去年はね1年間通して出られなかった。そうですね、去年ほぼほぼ半分ぐらいで、途中半分ぐらいだったんで、それで、ね、半分過ぎたぐらいから打ちまくって、はい、まあ、今シーズン1年間通して出られるってなると、これはかなり期待できるで、ね、そうですね。あとやっぱりこれは新しくオリックスに加入してきた選手、はい、例えば能見さん、はい、どうですか、能見さんはもう泣きまくってますけど、今ブルーめちゃめちゃ元気ですよ。走るフォームが綺麗、走ってるんですか。めちゃめちゃ走るんですよ。あのサブグラウンド、 B グラウンドの横にサブグラウンドがあるんですけど、あそこ20代の選手とかとみんなで、ね、走ってて、いや、コーチですもんね、能見さんって、はい、普通その組っていうのはベテランの組に入るじゃないですか、能見、はい、さんはなぜか若手と走ってるんですよ。あー、元気ですね。同じペースで、皆さんのツイッター上げましたじゃないですか、はいはい、一番そのいいねが伸びる選手誰でしたっけ。能見選手になりますね。はい、その次がそういう大好きですけどね、オリックスちょっと打球だよね。ね、やっぱ更新するときはあんまり気にせず、よ、結構幅広く更新してるつもりなんですけど、しれっとこう後々数を見てみたら、やっぱり能見選手、そういう大コーチ多いですね。いや、嬉しいけどね、はい、嬉しいけど、能見さんが入ってくれたのは、はい、阪神出身と広島出身、人気球団から、はい、オリックスのコスプレをしてるという感じで、山本由伸選手と山岡選手が、山本選手はすべてが速いそうですね、やっぱり変化球だというか。もうあと曲がるんじゃなくて消えるというふうにね、この間来た選手と言われてましたけど、やっぱ消えるみたいですね。なるほど、打つと魔球ですね。山岡投手も去年怪我にちょっと苦しんだシーズンでしたけど、もう今年いきなり万全みたい で去年その苦しい中で覚えたボール、スライダーにカーブを合わせるだとか、
そういったボールを今年はうまく使っていけるんじゃないかと、苦しんだがゆえ手に入れたものっていうのは多いなっていうふうには言われてましたね。吉田正尚選手は順調ですか、はい、すごいですね。練習の方法といいますか、見たことない練習ばっかりしてますね。なんかね、室伏さんのトレーニングを取り入れたりとか、はい、結構その革新的なトレーニング。そうですね。あとは最近練習と練習の合間の移動に、なんか下駄を履いて歩いてますね、一人で。はい。お侍さんが履いてる。あ、そうです、そうです。その、コンクリートなんですけど、はい、音も立てずに下駄を歩いてるんで、見た感じ普通に歩いてるように見えるんですけど、よう見たら木の下駄履いてるんですよ。それはどういう、あれで、どういうのが目的と、わからないです。ちょっと、前人未到の境地に召されましたね。シュンペーターだ、シュンペーター。いや、素材抜群ですよ。僕なんて野球素人ですけど、見ただけでいい。でかいしね。でかいし、性格も良さそうだし、おっとりしてるし、趣味が星空を見ることですよ。なんかね、あまり考えすぎないというか、自分をしっかり持って落ち着いてそうなんで、はい、自分を持ってると思いますね。と、はい、いう意味では、吉野部選手とかとも通ずるものがありそうですよね。はい、シュンペーター投手は今ゆっくり調整してるというか体作りの段階なので、ブルペンでも立ち投げといてキャッチャーが立ったまま受けるボールだけなんですけど、はい、普段それってキャッチャーマスクしないんですよ、はい、でもその受けたキャッチャーに聞くと1球目怖すぎて2球目からマスクしちゃったというような話です。これはすごい。1年目からローテ、いやーローテはきついです、ね。まあ、でも去年宮城投手が最初も出てきたんで、やっぱりこのままで何試合かやったら全然出てくるんじゃないですか、ね。あー、これ楽しみですね。宮城選手も今いい感じ。宮城選手もすごくいいと思います。選手はもう完全に落ち着きましたね、なんていうんですか、サワサワだとわさわさしてないというか。山本由伸選手、山岡選手で、シュンペーターもいい、宮城選手もいいで、他に若手いっぱいいるじゃないですか。で、あと能見さんもいい。この投手陣は他球団と比べてどうですか、これ。いや、結構揃ってると思います。いや、記者が言ってるんですよ、これ。で、ソフトバンクと比べて。ソフトバンクも揃ってますね。ソフトバンクの記者の方とはなんか繋がりってありますか。まあ、連絡させてもらうんですけど、はい、やっぱホークスはちょっと格違いな感じがするっすね。はい、はい、打線の方もね、はい、まあ、マスタガ選手がいいと、はい、モヤ選手も上がってきて、はい、T 選手もめちゃくちゃ練習して、太田選手もいいと、はい、これあとはね、もう最後、僕のこれどうすか。最高っす。痩せましたよ。痩せました。痩せましたよ。どうですか、動きの方は。俊敏っすよ、めちゃくちゃ。それを待ってたよ、ミックスパンは。動きがね、違うんですよ、見た感じ。去年は本物が来たというふうに見てて、ね、ライトでね、守備をして、レーザービームとか言って、僕らもすごい方だとか褒めてたんですけど、オープン戦入れば、うんみたいな。まあちょっとあったんですけど、今年はこの間初めて来た日に、ライトのシートロックに入ったんですけど、センターのボールも取りに行きますからね。去年そんなジョンジー見たかな。センターのボール取りに行ったら、次2番目のライトの人がいるんで、歩いて帰ってくるじゃないですか。あそこもダッシュで帰ってきますから。いやー、これジョンジーもうセンターいけるじゃん。いやいやセンターいけるじゃん。これいけるでしょ。それちょっとかつてはね、まあ、そういう風になってましたけど、ね、そのかつてほど絞ったわけですよ、はい、顔もシュッとして、はい、顔はだいぶシュッとしましたよ、ね、はい、ということで、これオリックスのポジティブな要素しか今挙げてくれてませんけど、はい、ネガティブな要素ももちろんあると思うんですけど、それ込みで、はい、どうですかね、今年のオリックスはどのぐらいいきそうですか。じゃあシンプルに A クラス狙われて優勝チャンピオン、優勝チャンピオン、 B モレルのチャンネルに出るって、はい、ね、前々からやっていただいて、はい、まあ、多分僕のチャンネルのノリも分かってると思うんですけど、優勝チャンピオン、僕はもう真柴さんの話を聞いて、はい、でも優勝確信しましたよ。ジョンジー出せて T がめっちゃ練習して、で、山下俊平太選手が星空見て、これ優勝でしょ。俊平太が星空見て、星に願い優勝なんですよ。おー、さすが。これはちょっと一緒に行きましょう。オリックス優勝